お花紙の切りくずを使って超簡単にできる桃の花です。枝に液体のりをつけてお花紙をまぶすだけ。あっという間に出来上がり。枝には枯れたススキの茎の部分を使いました。使ってないヨシズがあればバラすとたくさん作ることができます。お花紙を横長に置き、畳んでから 2,3 センチの幅にちぎります。広げたまま破ると斜めになりやすいので、この方法をおすすめします。破ってから細長く広げておきます。ススキの茎に糊をつけて、茶色のお花紙を斜めに巻きつけます。下の方は上下持ち替えると貼りやすいです。枝がたくさんできました。緑少々とピンク系のお花紙を細かく切っておきます。ピンクの方は桜を作った時の切りくずを使いました。広げた布の上にピンク系を2色、緑を少々乗せました。保湿性のあるクリームかローションを手につけてから全体を混ぜましょう。乾燥していると静電気でお花紙がくっつきます。塊になっているところもほぐしておきましょう。布を持ち上げてお花紙を真ん中に寄せます。枝に液体のりをたっぷりつけます。花を咲かせたいところまでのりをつけたら、お花紙をまぶすとあっという間に花が咲きます。余分なお花紙を落として出来上がりです。たくさん作って花瓶に入れて飾りましょう。お雛様と一緒に飾るのもいいですね。